畑。はい、スイーツ TV。 俺の名前なんだっけ。パンプキンとキャロットとモナカとあなたの心をトルティーヤ、トルティーヤです。ギリギリだな。よろしくお願いします。皆さんも大好評のスイーツ TV、 もうおかげさまで第3回ということでですね、早速今日もやっていきましょう。バナナマンさん、今日は何の商品ですか。はい、今日はなんとホットケーキミックスです。このままじゃちょっとね、食べれないんですよ。なんと今日スペシャルゲストの料理研究家、呪術師、呪術師、なんか魔法が使えるみたいな、マジですか、方をなんと今日呼んで、こちらをに魔法をかけていただけるということで、今日は別にこれ食べるよっていう番組ではない。はい、でもとりあえずこれ用意しといてって。気になるな。はい、魔法って現実にあるんですかね。いや、そ、僕まだ全く信じなくて。あると思いますかね。どうですか。まあトルティーヤ製にはありました。それで痩せにあったんですか。はい、そっかそっか、別の星から来てるからね。うん、どうですかね。うん、ない、うん、ああ、現実派パンプキンさんか。あるわけない。ただその中でも今回ほぼ初公開というね。はい、今までそのこの YouTube さんって番組の歴史の中で、魔法っていうものが実際に全部はフィクションなんですね。うん、本当の魔法っていうのを今回この動画で初めてお目にかかると思います。おお、すごいですか。超超映像、これはもうね、やらせとか一切なし、ガチです。ガチです。これがリアルなので、ぜひ楽しんでいってください。では早速、大魔術師の方お呼びしたいと思います。お願いします。どうも、ダンブルドアマガコ流るダンブルドアドラゴンマルフォイです。よろしくお願いします。ダンブルドアマガコ流るダンブルドアマルゴマルフォイ先生です。はい、だけな。そう、やっぱ魔術師の家庭、魔法使いの家庭なので、血筋がすごく長く受け継がれておりまして、先祖の名前を付け足していくみたいな感じで、マガコ流るダンブルドア、あれ、ダンブルドアマガコ流るダンブルドアドラゴンマルフォイですっていう名前になっちゃってるんですよ。ダンブルドア2回やったね。一回封印しちゃったみたいです。あ、そうなんですね。ちょっと混ぜちゃう。その魔法使いの歴史が積み重なった集大成が彼なので。最近使った魔法は何ですか。一番最近使った魔法気になるね。最近の魔法、はい、確かに確かに。最近はアバタケダブダです。人を殺す呪文だ。帰っていただいて。本当に魔法ってあるんですか。あります、うん、もちろんです。周りにどれくらい魔法使いの人はいらっしゃるんですか。周りにですか。まあでもちょっとか数が限られてて、数名ほど。あ、意外と少ないんだ。あ、選ばれし者だけが。なるほどです。そうです、でも意外と日常に隠れてます。それのこと言うのうぜ。いや、この中にもいるかもしれない。あー、もしかしたらね、使えるかもしれない。そんな中、今日、はい、ダンブルドアマグを流れ、ダンブルドアドラゴマルボイ先生はホットケーキミックスを使ったなんか魔法を見せてくれるということで。あ、もちろんです。うわ、ちょっと早速なんですけども、見てみたいよね。すごい楽しみだ。楽しみ、どうなっちゃうんだろう、これ。初めて見る魔法。じゃ早速、かけさせていただきます。あ、すごい、はい、どうやってかけたらいいですか。いや、もう、思うがままにかけてみて。思うがままに。いきます。おっちおっちおっち、一回かゆくなったー。あれ、おー、あれ、待って、え、ダンブルドアマルフォイ流れ、ダンブルドアドラゴンマルフォイ先生がいなくなった。え、マジで自分が消える魔法ってこと。もう強力すぎたんだろうね。あの人は自分を犠牲にしてホットケーキミックスをなんか別のものに変えていってくれたよ。え、すごい、ホットケーキだ。それなんか無駄に多いぞ。これなんだ、ちょっと見せてあげて。森永さんとファミリーマートがコラボした冷やして食べるふんわりホットケーキ風サンドということですね。すごい、すごいね。あの魔法はホットケーキミックスをホットケーキ風サンドに変える魔法だったんだね。すごいね。あれは大丈夫か、絶命したのかな。大丈夫かな。自分の命と引き換えに。命がけでじゃあこれを作ってくれたということで、うん、ぜひね。風になっちゃったからね。早速食べてみようか、みんなで。食べてみましょう。
え、これめっちゃうまそうだな、めっちゃうまそう、わわわわ、冷やして食べるのがまたポイントだね、ね、うん、これ誰から食べる、いただきます。ちょっと気をつけろ、まずちょっとこれあんまりこういうこと言いたくないんですけど、俺は嫌な予感する、これ多分。ちょっとだって魔法作ってるんだよ、そう、やばいっす、これ一人一人がね、あの、命をかけてあれ、超匂い使った魔法だ、やばい、大丈夫か、大丈夫、これやばい、これやばい、大丈夫か、これやばい、匂いがもう、え、スタッフさん、これ大丈夫ですかね、ちょっと、一応それだけ取ってみますか、使えるか分かんないんですけども、ちょっとどうなるか分からないっていう部分がかなりガチでやばい、あ、ま、これやばい、危ない危ない、マジでやばい、匂い結構、あぁ粉は粉は粉なんだよ、あぁ、うわぁ、やばい、これどうした、ついてます、はじめさん、白い粉ついてるじゃん、もううわ、白い、うわうわ、これやばい、うわジェル入っちゃう、ジェルいただきます、これジェルは最新だぞいただきます、気をつけ、ほんと気をつけ、あ、結構の量だ、白いとこも入っちゃってますね、これお、うん、あ、やばい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 、大丈夫か、大丈夫か、マジでうまい、本当に、これパンプキン毎日食べちゃいます、これマジ、もう本当に食べてます、これそんなに美味しいの、失礼しますね、うわあ白い粉が、めっちゃうまいよ、そう、なんか色が濃い、あああ危ない粉だけで、あれ、え、あれ何も入ってない、あれ何も入ってないんですよ、どういうこと、絶対この上の殻取れ、上の皮が取れちゃったみたいな感じですね、じゃあちょっと食べてみますね、はい、いただきます、怖い、映せるかな、大丈夫かな、でかいね、とかはすごい、いった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 、あうまい、ガチでやばいやつ、結構やばいこれ、え、ガチでうまい、ホットケーキ好きな人はたまんない、多分もうなんかホットケーキ大好き、うわいい、いっちゃいます、いっちゃって、いっちゃって、あ、待って怖くなってきた、あ、いやでもうん、いくいくうわブツがいいこれあ、カミングアウトしていい、うん、ここで1個お大暴露、お、実はパンプキン魔法使います、ええー、大丈夫かな、隠れてた魔法使いだったの、じゃあいたん、さっき言ってたもんね、だって隠れてたの、パパに怒られそう、大丈夫かな、うわ、さっきあんだけ信じてないとか言ったのそういう、やっぱバレたくなって、あー、なるほどね、ぐらついて生きてきたから、ちょっとこの番組で言ってしまいました、使える魔法がね、おでもそんな血が弱いから大した魔法使えないんだけど、あの、一つのものを二つにできる魔法が、あるので、ちょっとかけてみていい？え、本当に？うん。いきますよ。テンガ！ガチじゃん！4段になってる！すごい！魔法ってやっぱあるんだ。魔法あります。すごいな。なんかどことなくテンガっぽくもなってきてる。ごめんなさい。実はモナカも魔法が使えるんです。え？でも多分一番一番下のランクの魔法使いだから瞬間移動ができるんですよね。瞬間移動、うん、多分これぐらいだったら瞬間移動できるんじゃないかな。どこに瞬間移動するの？でもね、距離がやっぱこの限られてるから、もしかしたら誰かの口の中とか、あー、なるほどね、この近辺でしかちょっと紹介ができない。なるほど、一回やってみるね。お願いします、お願いします、いくよ、うん、お願いします。バリアグーラ、あれ、え、なくなっちゃった、どこ行った、どこ行った、え、成功した、すごい、すごい、大成功だ。どうどうどう、入るのかな、うん、あ、うわー、大丈夫か、うわー、あと何個、これであと5個で、でも食べてないでしょ、食べてない、まだ食べてない、1個230円するんだね、うん、
やっぱ美味しい分やっぱり高いね。高めのスイーツにはなってますね。まあ、でもコンビニで買えるっていうのはすごいわ。これがお手軽に結構ホットケーキで作るのが大変だからね、それをこう一口でね、ホットケーキ風のサンドですけども味わえるっていうのがすごい魅力です。すごい。これさっきモナが口に入れたじゃないですか、あの魔法で、これ僕も使えるんですよ。結構、まあ、数っていうか、まあ、バーンってこれ一気に全部消せるぐらいは使えます。消せるの？はい、消せる魔法なの？消せるっていうか、まあ、移動ですね、この状態からの。モナカの上位交換？はい。ああ、さっきモナカは2個しかできなかったけど、なんだっけ、ジャイアンは6個全部移動させられるってこと？うん、ジャイアン6個いける。すごいな、すごいな、それは楽しみだ。よし、2個は食べてるでしょ、1個、まあ、1個も食べてない、1個食べたいよ。し、じゃあ魔法かけちゃおうかな。食べたいね、ね、こんな美味しいのたくさん食べたいよ、食べたい、よし、ちゃおうかな。マグマグパクパクペロリンドーイ。あれ、え、なくなっちゃった。え、どこ自分に来ちゃったんだ。マジで美味しい、これ。うわっ、マジで美味しい。初めて食べたんだ。めっちゃうまい。あれだね、これホットケーキなんだけど、パンケーキみたいな、うん、本当にふわふわしてて、マジで美味しい。美味しい。シフォンケーキみたいな柔らかさになってね、やっぱ森永さんはやるね。すごい、コラボでもちゃんと美味しいから、うん、あ、すごいすごい、あすごい。もう一個いくでしょ。ほら、これ半分まだあるから、すごい。すごい。絶対魔法使いじゃない。